カリジム新田豊、アランブレッドとの2度目のタイトルマッチ、1年ぶりの対決です。やれることは全てやってきた、自分のボクシングを表現するだけと自信をのぞかせています。世界の舞台が新田豊を待っています。元 WBA 世界ミニマム級王者新田豊、運動神経の塊と称される新田、天性のセンスとスピードを武器に瞬く間に戦績を伸ばす。そしてデビューから5年、16戦無敗のレコードを引っ提げ世界初挑戦。ボディオーツ、ニーダー、ライク、よく分かってると思います。ボディから上げてき、三者ともにニーダー選手の新チャンピオン、ニーダー豊。ジムの先輩、畠山以来となる日本人9人目の無敗王者に輝いた。そのわずか2ヶ月後、ニーダーはなんと突然の引退を表明。17戦無敗、世界のベルトを獲得したままの引退表明。新田本人だけでなく、関会長をはじめ新田を支えてくれた人たちにもファン、マスコミからの容赦のない批判の声が浴びせられた。そして1年11ヶ月後、新田はリングに戻ってきた。しかも復帰の舞台に選んだのはいきなりの世界戦。左に逃げていくチャンピオン、左の服、右の服、ハイローにもなかなか入れてくれません。右のストレート、ボディが待っていた、左の服。日本最長のブランクを経て迎えた世界戦。序盤、相手を警戒しすぎてしまったと語る新田は、最後まで老下な王者アランブレッドを捕まえきれない。そして勝者、ノエル・アランブレッド。ノエル・アランブレッド。判定負けが場内にコールされた瞬間、それは新田の戦績に初めて黒星が刻み込まれた瞬間でもあった。衝撃の引退から突然の復帰、この間新田に何があったのか、今なお多くを語らない。寡黙な男が語った一言、それは自分が選択した決断に悔いはない。しかしその結果、会長や自分を支えてくれた人たちに迷惑をかけたことに悔いが残る。そんな迷惑をかけた会長たちが復帰の時には親身になって支えてくれた。勝って恩返しがしたい。新田豊、自身の戦績に唯一の黒星をつけた男アランブレッドとの因縁の再戦。やっぱり負けた相手ですからね、やっぱり借りを返したいっていうのはありますけど。デビューから8年、いつの日も変わらず自分を支えてくれた全ての人たちのために、今こそ再び世界のベルトを掴む時が来た。青コーナーより新田豊選手入場です。新田豊、元 WBA 世界ミニマム級チャンピオン。3年前、一度は保持し返上したこのタイトルをもう一度狙います。去年7月、アランブレッドとの世界予選は2対1のスプリットで出場。引退後2年のブランクを不安視されていましたが、天才ボクサーの動きに衰えは見られませんでした。新田に唯一黒星をつけた男がリング上に待っている、ノエル・アランブレッド。借りは返す、相手を研究し尽くした180ラウンドにも及ぶスパーリング。鍛え上げられた肉体は以前とは全く異なるシルエットを描き出します。今余裕の表情さえ浮かべているこの新田、今宵アランブレッドとは2度目の対戦。関会長は精神面、肉体面、技術面、あらゆる面で成長を果たしたと自信をのぞかせています。3年前の夏、
22歳だった才能あふれる若きボクサーはわずか17戦目にして無敗のまま世界タイトルを奪取。しかし彼が下した引退という衝撃的な決断は天才への期待の高さゆえ理解を得られず、時に心ない中傷や批判を受けたことも事実です。しかし今日の新田、一味表情が違います。ボクシングの全てを叩き込んでくる一番の信頼を寄せる関会長。新田が引退を表明したときタイトル返上届は提出したものの、まな弟子の復帰を信じ引退届だけは提出せず、そっと机にしまい込んでいたと関会長は振り返ります。ボクシングは俺の人生、生き方そのまま、一番ナチュラルでいられる場所。さあ世界返り咲けなるか。 WBA 世界ミニマム級8位新田豊です。第328回ダイナミックグローブ、本日のメインイベント WBA 世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、24戦21勝2敗1位ノーコンテスト、10ノックアウト、105パウンド4分の3、ベネズエラ前 WBA 世界ミニマム級チャンピオン、ノエル・アランブレット。フットワークと老快なテクニック、新田相手にどんなボクシングを展開するんでしょうか。青コーナー、19戦15勝1敗3ドロー8位ノックアウト、105パウンド、横浜光ジム所属、 WBA 世界ミニマム級第8位、元 WBA 世界ミニマム級チャンピオン、新田豊。最大の武器とするニーダ、今宵進化が問われます。ジャッジフランス、この試合のレフェリーはアメリカのマーク・ネルソンさん、そして採点に加わるジャッジはカナダのガイ・ジュトラスさん、フランスのジャン・レグラントさん、そして韓国のマイケル・リーさんの3人です。なおレフェリーは採点には加わりません。レフェリーアメリカ合衆国マーク・ネルソン。このマーク・ネルソンさんは今年3月デンマークでのブレダル中信明戦もさばいています。この試合昨日行われた計量でアラン・ブレットがリミットウェイトを 300g オーバー、規定により王座を剥奪されました。計量をパスしたニーダが勝てばニーダが正規のチャンピオン、そしてアラン・ブレットの勝利あるいは引き分けの場合 WBA ミニマム級王座は空位となります。この試合は3分12ラウンド3ノックダウン制、ダウンした選手はゴングには救われません。偶然のバッティングによる試合続行不能の場合4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降は判定ということになります。さあ注目の第1ラウンドのゴングが鳴らされました。 WBA 世界ミニマム級タイトルマッチ、黄色のこのトランクスがベネズエラノエル・アランブレットです。
昨日の計量で 300g ウェイトをオーバーしたため王座は剥奪。しかし新田が勝てば新田が正規の王者ということになります。この点において新田に関わる条件は全く変わりません。シーンと静まり返りました後楽園ホールです。放送の解説は元世界チャンピオンのお三方です。ファイティング原田さん、浜田剛さん、そしてセレス小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の1年前のこの世界戦は新田が前半様子を見すぎたと、その反省点を、まあ、振り返っているわけなんですが、まず第1ラウンドのこの辺りの引き駆け引きというのが一つ大事になってきますね。ファイティング原田さん、はい、新田のこの動きどうですか？そうですね、僕新田君はですね、はい、1回目からですね、もう相手がそういうコンディションですからね、はい、もっと行ってもらいたいなと思ったんですよね、ちょっと見過ぎるのが多いんじゃないかと思いますよね、はい、それからこうね次のラウンドから考えては多いんじゃないかなと思ったんですけどね、1ラウンド楽しみにしてたんですけどね、はい、ちょっと出先あれですね。なるほど、うん、さあ開始から1分少々が経過しました。新田がジャブを伸ばしていこうというところです。慎重ですよね。まだ慎重ですか。浜田剛さんはこの立ち上がりどうご覧になりますか。確かにですね、ここ最近やっぱり、慎重に戦うところありますよね。もともと攻撃力のある選手なんでですね、まあ、1年前のアランブレットと変わるわけないわけですから、むしろ原力があった分、まあ、1年前よりもキレは落ちるんじゃないかなと予想しますからね、もっと攻撃性を出すとですね、相手のスタミナは確保としますから、さあ今日は新田豊、前回2つの世界戦とは異なって、このご覧のような白虎柄、白とこの黒のストライプが入ったトランクスを身にまとっています。左のジャブをつついていきます。この新田豊、非常に強い、そして速い、正確な左のジャブを持っています。時にスイッチするという華麗なボクシングスタイルを持っている新田豊、1年ぶりのこのアランブレッドとの対戦。さあアランブレッドが赤コーナーに詰めていった。ニーダーこれをスルリとかわしていきます。残り時間はすでに1分を切っています。いやセレス小林さん、はい、アランブレッド昨日までだと打って変わってこう食べたせいもあるんでしょうが、動きが違いますね。そうですね、まあ、元気ですよね、もっともってますよね、はい、ギリギリの減量に苦しみました。昨日は乾ききった肌、一滴も汗が出ず、最終的に 300g ウエイトオーバーし王座を剥奪されています。しかし一夜明けた今日の動きは軽快です。第1ラウンドスリリングな展開が続いています。リング上、まあ、前回2000年のですね、ガンボアとやった試合もですね、体重オーバーとありましたけど、試合自体はですねどっちが勝ってるか分からないぐらいの内容でしたからね、今日もとにかくニーダは勝たなければいけない。その点においてはそのタイトルマッチ意味は変わりません。さあ注目の第1ラウンドが終了しました。放送席を改めてご紹介いたします。元世界チャンピオンのお三方です。ファイティング原田さん、浜田剛さん、そしてセレス小林さんです。ファイティング原田さん、よろしくお願いします。第1ラウンドの2位の動き、今3分終わりましたが、いかがでしたか。はい、そうですね、まあ、調子はいいと思いますけども、もう1回目やっぱり感じですからね、1回目に行ってもらいたいなと思ったんですけど、僕はね、そう思ったんですけども、やっぱり出だしは慎重でしたね、そして1週間練習を来日から見てきた浜田剛さん、はい、アランブレッドの動きはいかがですか。アランブレッドはですね、やっぱり減量はきつかったにしろですね、まるまる1日あるはあったわけですから、はい、食べて、元に戻ってるという状態ありますよね、はい、ただ、長く減量したでしょうから、その場合に何ていうか、スタミナがガクンと落ちる可能性ありますよね、はい。第2ラウンドに入りました。第1ラウンドは静かな立ち上がりとなりました。 WBA 世界ミニマム級タイトルマッチ、黄色のトランクスがノエル・アランブレッド、そしてこの白黒を基調としました白虎柄と申しましょうか、このトランクスを身にまとっているのが横浜光ジム、ノエル・アランブレッドに攻め込まれている新田豊。アランブレッドの動きは軽快です。しかし新田の表情は非常に落ち着いています。左のジャブをついていきます。新田選手もっと左欲しいですね。もっと左ですか。はい、前回の試合はセレス小林さん、はい、新田が1発放すとアランブレッドが2発3発とこの連打を返してくるという展開でした。そうですね、手数で、ね、上回りましたよね、はい、今日の新田に必要なことは何だと思いますか。アランブレッドが来る前にですね、やはりもっともっと左で突き放すというか、まあ、左をやらしいぐらい、ね、はい、突きたいですよね、もっとね、長谷川さん、はい、青コーナー挑戦者新田なんですがね、やはり落ち着いていると、はい、関会長も話していましたね。あ、そうですか。立ち上がりアランブレッドがアクシデントがあったので出てくる、話していましたが、はい、しかしこの辺り油断は全くないという青コーナーです。はい、その青コーナー新田、今素晴らしい右のストレート、
アランブレッドの顔面を捉えました。おっとアランブレッドも右の服を伸ばしてきます。長谷川さん、はい、その、まあ、アランブレッドサイドなんですけれども、打って、まあ、左右に動く、はい、動いて打つと、もちろん勝利を狙っているそんな指示の出し方ですね。そして昨日からの、まあ、あのご飯の食べ方なんですけれどもね、はい、昨日も、減量計量後に一気にあのお皿を全部食べるようなことはなくてですね、半分くらいにしておいて、まあ、試合に備えていたという話です。おっとこれは今バックですね、はい、グローブの素晴らしい突き上げる、まあ、左のパンチを見せました新田豊です。さあ新田のエンジンに火が入ったか、左のジャブからついていたところキャンドリーからジャンプ、ダブルを返していきます。先手に変えるといいですよ。さあアランブレットを前に出てきますが、今日のニーナーしっかりこれをディフェンス、そして大きな的確なパンチを当てていきます。浜野誠司さん、はい、前回1年前の試合はアランブレットが足を使っていたんですが、今日はニーナーしっかり置いていますね。そうですね、アランブレットは普段はもっと足を使う選手ですけどね、はい、前回よりも攻撃姿勢はまだ今日の方が強いですね。アランブレッドもなぜか不気味に今日は打ち合ってもいいつもりなんだと話していました。その打ち合いにあるいは自信を持っているのかもしれません。いや早いからで勝負しようという感じもあるんじゃないですか。なるほど、相当減量に苦しんで前半勝負というのもありますか。その点だからニーダーの2位、逆に後半1点の勝負を考えているのかもわかりませんよ。ニーダー本人も話していました、前半飛ばしてきても必ず中盤以降落ちてくる、そこからが自分の山場なんだと話しています。さあ第2ラウンド残り時間が10秒を切ります。相手のペースで進んだ場合にですね、スタミナそのまま持つ可能性ありますからね。はい、アウトを相手に手を置かないといけないんですよ。右のも左フック、しかし右を振り下ろしてきますノエル・アランブレット。第2ラウンド終了、アランブレットも後半ペースを上げてきました。ミニマム級のリミットウェイトは 48.6kg です。両者の体格なんですが、ニーダが157cm、そしてアランブレッドが 160.5cm、 ニーダが 3.5cm 低い以外は全く体格は変わりません。ほぼ同じ体格と言っていいほど両者のサイズは似通っています。第3ラウンドに入りました。 WBA 世界ミニマム級タイトルマッチです。ファイティング原田さん、はい、1、2ラウンドはほぼ互角と見ていいですか。そうですね、非常に打ち合いに来てますね。アランブレットを身を伸ばしてきています。新田君の左ラッパーもいいんですけども、はい、終わりの、ね、やっぱりアランブレットですね、攻撃も良かったと思いますね。はい、浜田剛さん、はい、この新田の魅力というのはやはり左ですね。それと綺麗なあるパンチですよね。アランブレットを詰めてきます。隙は振りは大きいんですけどね、むしろ大きくともですねスピードがあれば相手は打ってこれないですからね。はい、左のフック、新田豊です。攻撃力、迫力はいけさんでいかんですよね。おっと右に返していきました。ノエル・アランブレットも果敢にパンチを伸ばしてきますが、今日のニーダ落ち着いています。カウンター合わせていきました。じわりじわりと今回はこの前回逃げ切られたフットワークを警戒してか追い足の研究練習を重ねてきたという、この追い足もですね、打ちながらの追い足になるとですね、はい、相手はだん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 下げていきますからね。だからヘルクーさあスピードを返してきたノエル・アランブレット、打たないで、追いかけていくと相手のパンチ飛んできますよ。アッパー、これは軽くかすめただけでした。左のジャブを伸ばしていきますニーダ。 WBA 世界ミニマム級8位にランクされています。アランブレットとの対戦は2度目になります。1年ぶりのこのノエル・アランブレットとの世界戦、今日ニーダが勝てば正規チャンピオンということになるこの試合です。左のボディー、新田選手ね、もう先に先に行きたいですね、はい、もっと先ですか。もっと行きたいですね。そのためには何が必要ですか。セレス小林さん、やはり、ね、左が少ないですよね。左のジャブということですか。ただボディーブローは後半絶対効いてきますよね、はい、だいぶボディーに今日は左的確にこのパンチを打ち込んでいきます新田。今日がプロ20戦目という新田豊、25歳です。ノエル・アランブレットは30歳。新田は左ボディを打ち込んでいきました。3年前この世界 WBA のこのミニマム級のタイトルを保持していました。しかしその後返上、2年のブランクを経て1年前このノエル・アランブレットと対戦しました。その時は2対1のスプリットデッション、タイトル獲得はなりませんでした。2度目の挑戦、王座返り咲きなるか。左のジャブ、ニーダが距離を詰めていきますが、左でボディ応戦してくるアランブレット、ワンツーを狙っていきました。バックステップでこれをかわしていきますニーダ。左、
浜田剛さん、はい、新田のこのラウンドの動きはどうですか。攻める姿勢は出てますけどね、はい、もっと意識の問題ですからね、もっと攻める姿勢を出して相手にプレッシャーかけるというところを出すとですね、持ち味にいきますからね。おっと左ジャブ顔面を捉えていました。アランブレットが一瞬目をつぶった。さあしかしローブに攻めてきたアランブレット。ほい、もっと下がらせたいですね。もっと下がらせたい、はい、ワンツーを放ってきたノエル・アランブレット。このラウンドも互角の勝負となりました。第3ラウンド終了しています。こちら赤いタオルをかけているのは関会長、横浜光ジムです。新田が3年前世界王座獲得後引退を表明したとき、王座返上届は出したものの引退届はそっと胸にしまい込んでいたというこの関会長、まな弟子の復帰を信じていました。新田、恩を返したいこの世界戦です。第4ラウンドに入りました。前半4分の1が終了しています。 WBA 世界ミニマム級タイトルマッチは1分3ラウンド、1ラウンド3分間、12ラウンドで行われます。すでに前半の3ラウンドが終了し、この4ラウンドに入っています。さあジャブの打ち合いになりました。左ボディーブローを放っていきます。そして大きく息をしました新井豊。おっとノエル・アランブレット右のフックを放ってくる。いやしかしファイティングハラドさん、はい、あのアランブレッドも戦い方が1年前の世界戦とは変わりましたね。積極性に打ち合ってますね、これやっぱり先に先に出るということは、はい、そういうことも考えてるのかなという感じですね。やっぱり、はい、左早い間に勝負しようかという考えなのかな。前半勝負というアランブレッドですか。それともう一つはですね、はい、あの1年前に12回やってるわけですからね、それで新田の特徴分かると、はい、攻めてきたら強いと、それは攻めさせないと、いうことで止めておこうという考えもあるでしょうね、はい、長谷川さん、はい、アランブレッドサイドの指示なんですけれども、ジャブや、ね、軽いパンチで距離を測って、はい、それが分かったら右アッパー右ストレートととにかくその右のパンチを多用して強いパンチを打て攻撃的な指示です。はい、攻撃的に行けというアランブレッドサイドです。長谷川さん、はい、対する挑戦者サイドなんですがね、非常にやはり落ち着いていまして、及川トレーナーもね、はい、落ち着いてアランブレッドの動きを見ていくようにという指示だけ、技術的な指示は全くありません。あ、そうですか。この新田豊という選手はもうボクシングに取り憑かれたといいましょうか、非常にボクシングを愛しています。3年前引退を表明したとき離れて見て初めてその大事さに気がついたというくらい生活の一部になっていました。このボクシング、もう一度緊張感を味わいたい、その緊張感を世界最高の舞台で味わいたい、世界の舞台に帰ってきた横浜光ジム新田豊、距離が詰まります。詰めてから先に行きたいですね。ここから先に手を出したい。そうですね、アランブレッドがどうしてもジャブを先に打ってきますね。こういう展開だとあのアランブレッドのスタミナが持ってしまう可能性がありますよね。はい、新田としてはもっと積極的に行きたいところが、左のボディ放っていきます。そして左のフック、スピードが出てくると新田のペースになってきます。さあ左クリーンヒット、アランブレッドを右、そして距離を詰めていきます。そしてこの首のクリンチ、新田は話していました、前回試合後一番痛んだのは実は首だったと、それぐらい目に分からないぐらいのプレッシャー、そしてクリンチワークを持っていると話していました。アランブレッドがロープ側に追い込んでいきます。新田ロープを背負う形になりました。マーク・ネルソン、今日のアメリカのレフェリーが2人を挙げました。左のボディ軽くポンと打っていきます。左、そして右、顔面を返していく新田。アランブレットもフック系のパンチ対応してきます。前回はヒットアンドウェイ、しかし今日は積極的なボクシング前半から披露しています。おっと、そしてアラブルクリンチワーク、第4ラウンド終了しています。 WBA 世界ミニマム級タイトルマッチです。赤コーナーノエル・アランブレットです。昨日の計量でリミットに 300g 届かずウェイトオーバーで王座を剥奪されました。全 WBA 世界ミニマム級チャンピオンということになります。新田が勝てば正規チャンピオン、ノエル・アランブレットが勝利あるいは引き分けになると、この WBA 世界ミニマム級は空位ということになります。中盤第5ラウンドに入ります。おっとアランブレットがこの立ち上がりから力のこもったフックのパンチを放ってきます。左ボディーブロー、ドスーンと低い音が後楽園ホールに響きます。新田、さあファイティング原田さん、この辺りから新田としてはペースを上げたいんじゃないんですか。そうですね、大体分かってきましたからね。今のボディなんかもダブルといいですね、はい、非常に今の左やっぱいいですからね、上下ダブル、はい、やっぱり新田君のですね、それから左アッパーダブって右ストレートね、これは決まってくると面白いですね。はい、
浜田剛さん、はい、このあたりから新田がやらなければならないこと、仕掛けなければならないこと、どのあたりですか。若干今ガードを低めにして、ええ、それで力を抜いて打とうというところは出てますからね、はい、これから攻撃なんですね、ええ、今のところはまだ相手の一発に対して相手の一発という返ってくる状態ですからね、はい、これを相手の一発に対して2発3発と、ええ、打つという風な連続攻撃が必要ですね。なるほど。1年前の試合は新田が一発打つとアランブレッドの連打というのがありました。しかし今日は手数はほぼ互角、もっと積極性を見せたいところです。今頭のあたりをホールドしてくるんだというジェスチャーを見せました新田豊。さあアランブレッドが前に出る、そして左ダブルで返した、そして右新田が距離を詰めました。さあそしてクリンチで逃れようというノエル・アランブレッド。セレス小林さん、はい、ベテランのボクサーとの世界での舞台の対戦がセレスさんもありますが、アランブレッドの動きどうですか。いや今日はいつものアランブレッド選手は違いますよね、まあ、かなりラフに来てますよね、はい、華麗なヒットアンドウェイという1年前のスタイルとは明らかに違いますよね。そうですね、やはり新田選手は、ね、回転が速いんで、あまり接近させないために右を叩きつけてますね。さあアランブレッドが今度はフックアッパーと返してきます。公開練習を見て横浜光ジムの関会長、アランブレッドを見て1年前と全く違うところがあるんですと話していました。打ち合ったスパーリングを見せたんですが、あるいはこういう展開をすでにその時点で予想していたのかもしれません。新田織り込み済みか。さあアランブレッドが手数を出してくる、ピンチになります。中盤第5ラウンド残り時間は1分を切っています。左アッパー、そしてフック、左フックを放ってきましたノエル・アランブレッド、ベネズエラ。おっと、そして右の大振りのフック、これはしかしガードしています。ニーダ、このラウンドアランブレッドのパンチの数の方が多いですよ。手数上回ってますよね。多いですよ。さあこの手数を防ぐために、まあ防ぐためにというのもですね、ニーダが攻めればですね、はい、守りに回れますから、ニーダの攻撃力ありますからね、はい、それを生かすことですね。ニーダは12ラウンド各ラウンドで山場を作りたいんだと話していました。まだここまで決定的な山場というシーンは作っていません、まあ、やっぱ打たないからそうなるんですね、近づくまで、打ってないとガードの上を打たしながらということですからね。中盤第5ラウンド終了しています。 WBA 世界ミニマム級タイトルマッチです。すでに前半5ラウンドを終えました。こちら新田豊です。さあノエル・アランブレッドの思わぬしぶとさを見せた前半です。さあこの辺りからペースを上げたい新田。第6ラウンドに入りました。これから折り返していこうというラウンドです。世界戦は12回戦で行われます。ファイティング原田さん、はい、前半の5ラウンドを振り返ってどちらのペースというのはありますか。やっぱりですね、アラブレッドの方ですね、よく手を出してますね、はい、これからやっぱり新田君もですね、はい、やっぱり打ってきたらインサイド打ってますからね、僕いいと思うんですよね、逆にね、はい、だから下がっちゃダメですね、打たしちゃ。なるほど。さあ右カウンターを出てきた新田、さあ前に出た、ああいう具合に打った方がいいですね、このカウンターというのが一つの武器です。どっちかというとですね、マックスでカウンターというのが新田の魅力になります、はい、アラブレッドが大きいですね、新田君の方がやっぱりインサイドに入ってますから、はい、さあこのインサイドで連打を見せていきたい新田。左のそこに左の